And we know why. Here it is again. So he runs wide, he's on the dirt, it goes left, it goes right. That tank slapper is just about sorted. Monstrous tank slapper. Yeah, it was, wasn't it? And he was lucky in a sense that there was all of that runoff time. Just that curve there. And he just you see the way that he just walked across the track? Left, right, to me, to you, and around. But, you know, had that runoff area. あ、今ちょうど公式映像、タイヤやっぱり外れていますね。右のリアタイヤが外れていますか。いや、右のリアは外れてない。右フロントだ。うわ、右のフロント。あ、これ一コーナー。これだいぶいいんじゃないですか。だいぶいいんじゃないですか。さあ、石浦。並びかけてくるか、外側から Z、 平見で守りどころ、さらに塚越前出た、石浦が前だ、しかし滑りながら、あトラクション失う、一気に2台で抜かれた、ここで塚越も前だ、今のは2コーナー行き過ぎた。いやまあそれぐらい今平見選手が多分一番いいんで頑張ったんですよそして貝村も開幕戦以来のこの2勝目を狙ってきます。さあトップ3は日立アステモシキにやってきた。バンパーのバンパー完全にこれ当たってましたよね。さあこの後戻ってきますとファイナルラップに入ります。 PCCJ 今シーズンのラウンド5九州終了、10周目ファイナルラップに入りました。さあインガーを通って、そして今1コーナーインのインを狙おうというそういったシーンもありますが、ここは小川亮を抑える。もうこれはバンパーとバンパー完全にこれ滑ってましたよね。いや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 、滑ったように見えたのかもしれません。さあ10周目に入りました。おお、アグレッシブに行く貝村雄太。いやもう押している押している。そして今 S 字に入ろうという、ねじ込んでいこうというシーンだったんですけども、さあそうなりますとその後の上りがどうだ。いや近藤も狙っている、近藤も狙っている。そしてあーここで小川亮のマシンが粘る。そして貝村のマシンが並んでいく。いやープロクラス3台のバトル。さあそしてサイドバイサイド、もうボディとボディは当たっている。デグナーでは貝村のマシンが前に行くのか。貝村がトップに浮上。そんな大きな差がなかったんですけど、その辺は大きいと思う。あれタイヤ浮いてるぞ。ジャッキアップしたまんまだな、うん、何してんですか、ね、どうしてんだろう。これは何、これはどういう気、なんでダウンしてないんですかね。いや、あ入ってます、ね、入ってます、はい、後ろのジャッキが外されてないです、ね、あでメカが退去しちゃったってこと、忘れたの、はい、ありえないでしょ。そんなことってあるんですか。いや絶対にないと思うけどだってジャッキ刺さってましたよ、はい、そうですね、綺麗にはまってました、ね、これハイクラスレーシングデンマークの、ね、チームのマシンなんですが、やっぱりあれはリア担当のメカニックがきちんと取らなければいけないというフォーメーションになっているはずなんですけれど、いやあれ忘れてしまってますね。これ張り倒されるぐらいの出来事ですよね。今コースには入れませんからね、完全にもうメカニック退去になってますから、これはもう最後尾ですね。こんなの初めて言いましたね僕も長いこと見てますけどジャッキに置いて下げずにまグリッドに行くって初めて見ました、ね、ドライバーだったら本当に腹が立ちます ね, そうですね無線で叫んでると思います。そうですね、無線叫んでハンドル叩いてますね去年かなり大きなデブリが落ちています。車はもう走り去ったんですかね。そうですね、行っちゃったみたいですけど、これ、ね、いやデブリ危ない危ない危ない。ああ今処理してますね。あれはでも怖いでしょう ね, ょうね勇気あるね。ね、本当ですよね。僕だったら絶対行かないねドライバーなんか信用できない信用できないね本当バカばっかりだもんこの車これは91号車、はい、もう壊れさっきより壊れてる。ピアノ。ああ、どんどんと。ああ、もうボディカウル飛んじゃってますね。完全に取れてますね。はい。これはあーっと、あーもう落ちている。リアカウルがもう完全に落ちました。これそれ落ちるシーンが出てますか？ああ、コースアウトしたんだ。コースアウトしてガタンと外れてしまったっていう感じですかね。そうですね。その前もうあの穴が開いてダメージありましたもんね。はい。あら、ここで外れた。そうですね。すごいシーンです。
いやー、日本のファンの皆さんピースしてます。気持ちはかなり余裕な拓磨選手。でも初めて出てチェッカードライバーっていうのはすごい、いやー本当ですね、はい、迷惑なことですね、はい、さあ最高の瞬間を間もなく迎えようという、そんな青木拓磨選手ですけども、今 SRT41 のマシンがピットに入りました。今から乗り込みます。まあ、確実にちゃんとあれなんですね。ああ自分、そうです、自分で乗れるんだ。乗れますね。いやなんか宗瀬さんの時は本当に、はい、足も切断されてる方なので、クレーンみたいので吊って、はい、乗り込んでたんですよ。あ、そうだったんですね。はい、はい、そうそう、足元のところにもちゃんとなんていうんですかね、もしクラッシュしても足がもうそれ以上傷つかないような、なんかちゃんとあるんですよね、この車、はい、これドライビングは左手でパドルを操作して、これがアクセルで、はいはい、右手でレバーを押してブレーキと、だからいわゆる、まあ、普通ですと右がアクセル左がブレーキというのが、はい、普通の車の感覚なんですけど、その逆なんですよね、はい、ちなみにシフトアップは右のパドルでやります、はい、そしてシフトダウンはブレーキ、右手でやるブレーキのレバーについていると、うん、だからブレーキングしながらトン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 と落としていく感じですね、はい、ブレーキのレバーについている、はい、シフトダウンのボタンがついているんですね、ブレーキもだけど、あ、出ましたよ、はい、出ました、頑張ってください。さあ沖田熊選手出ていきました。あ、これこれでも本当後ろから来てなくてよかったですね。本当だよね。本人はまあ減速して入ってって、うん、別にな、ま、別になんか無事に入ってったって感じないですもんね、はいはい、ないですね。でももうあそこのオールジュの3コーナーのところでもってグリップなくなっちゃってますよね、うん、単にパッセンジャーになっちゃいましたもんね、はい、これやはりこのコンディションでは無理だったということですね。ベッテル の, 無線は正しかったんですね。正しかったですね。レッドフラッグ、レッドフラッグ、スローダウン、スローダウン、ゲットデルタポジティブ、ノリス and オーロージュ、ビッグシャント、ロッツオブデブリ。What the f*** did I say? What did I say? Red flag! Yeah. 怒ってんだ。まあ言ったじゃないかと。Is he okay? ベッテルは俺が何言った、うん、レッドフラッグつったろ、うんうん、He's okay, he's okay. Copy that. Copy that. Carry on. 彼は大丈夫だと。まあチームからはなんか優しさ見ちゃうな、これ。優しさですね。うん、Que me divierto muchísimo, que suelo ir muy rápido, pero que hoy, por no meter temperatura al neumático delantero, nos está costando... ¡Uy, va! ¡Qué leche! Nos está costando mucho... A ver si está bien, que se la ha pegado fuerte. ¿Quién ha sido? ¿Lando? ¿Perdón? Lando. Ah, Lando. Lando, ¿no? Sí, Lando. Echando una... Wow, el coche... O Rush, ¿no? De nuevo. Ha parado Vettel, ¿no? A su lado, para ver si es... Está hablando, vale. あの後、事故もありませんでしたしね。そうですね。ハミルトンが3位、前方よし、後方よし、列車情報よし、鉄道ロマンよし、日本で唯一の本格的鉄道番組、みんなの鉄道出発進行。It's certainly a challenge that... It's a big challenge in many ways. Yeah, yeah. yeah.
still looking at different fire extinguishers, which one is which. They're saying, no, don't use this one. They're pointing at the logos on there because the car isn't erupting in flame. 手書きのプッシュマジックで書きますレース中になかなかいいですね新手ですね新手ですよねあウサギだウサギですねさっきのウサギだったんでぶつかんないでよかったですね das Hauptrennen am Sonntag und der freut sich acht Box fuck he fucking ran into me idiot copyWho was running into you? Fucking Kubica, idiot. Norris, 絶対断れ。あ、ザック絶対やらされる。リカルドの周囲が。前でいろいろ言うかもしれませんが、あ投げちゃいましたね。そうね。他の人にはあ反対側も脱ぎましたね。絶対やらされんだ。やらされんだ。はい、うわっ。ノリス。ノリス。さあ果たして飲むのか。飲むでしょうね。はかないですか。一回消毒されてますからね。カーナンバー31トヨタ GR スポーツプリウス PHV APR GT 佐賀浩紀中山裕紀カーナンバー31トヨタ GR スポーツプリウス PHV APR GT 佐賀浩紀中山裕紀この今松下選手も見てますが出没のエンジンThis team could come in third if they stay where they are at the moment on 60, just 63 points behind. Bit of a shout out to James Westmoreland. I think he's our top Brit at the moment in fourth position overall on the stock bike, but actually in second in class in the stock.Championship, not the championship, but in this race. A szempontjából a nézők Hamilton-t kiderül ebből bármi. Annyi, hogy elvitt a táblás embert, az emelőt. Magic, sorry about that. Bocs, a Magic. Okay. Yeah, he's all right. Give him a thumbs up. Jól van-e, megkérdezte Hamilton.
we had in Salt Jee, but it just depends what's going to happen. What? Exactly. Man, come on! Gotta say, Sergio Perez, because you were dawdling, and look, there's the acknowledgement. Yeah, I was. My fault, completely. I mean, in the dry conditions. Can it be a full track limit turn 10? What the f*** did you tell me now? What the f*** did you tell me now? After turn 10? If you don't tell me, how the f*** should I know? Okay, copy. Q2 の A グループ山県こと山下選手やはりサッシャ選手が帰ってきて刺激になってますかね。トップタイムです。そうですね、こっち側のメインストレートは分かるんだけど、バックストレートの方のやっぱりウェット具合が分かんないんで、その辺を自分で判断しろって話をしたら、もう自分で判断してきて、もうすぐにレイン変えてくれっていうんで、彼の判断がすごく正しかったですね。はい、まあ、それにしてもちょっとですね、微妙なコンディション、今もうまさしく悩んでるとこいや、他のチームもですね、本当に両方もう直前コースインするまで悩んでる、ね、エンジニアさんも判断できない、ドライバーさんも判断できない、ジローさん判断して、いや、こういう時は監督がこれでいけっていうのが一番じゃないかなと思う俺は多分ね、ウェットだと思う。ただまだ揉めてる、うん、どうぞウェットでいけと指示してください。いや、まだ言えないというところ で、 でも今日サシャ戻ってきてチームの雰囲気もすごく良くなって、まあ、ちょっとねサシャ残念だったけども、午前中 のフリーも早かったし、まだまだ期待できるんで、ちょっとチームのモチベーション上がってきたんで頑張ります。まあ、本当にコンディション分かんないですけども、素晴らしい予選結果を期待します。はい、頑張ります。ありがとうございます。以上です。さあ、近藤雅彦監督にお話を伺いました。うまい。ヒラミネカズキ、松下信春。カーナンバー31トヨタ GR スポーツプリウス PHV APR GT 佐賀浩紀、中山由紀。I'm an idiot. Thank you. Check my thing. I cannot see anything. Okay, your headrest coming off. We need to box and then leave it the headrest. Fucking hell. Okay. I cannot see any mirrors. Box. Yeah, we'll box, Nikita, box. We need to leave it the headrest. I'm not going to allow myself the chance to dream about anything that might come after tomorrow, but I'm going to get my sleep, go to bed early, and it's almost... これは左リアがないんですね。完全に脱落ですね。はい、あ、これモントヤがドライブしてる時に左リアが取れました。これはどこですか。ああ危ない危ない危ない。でもタイヤだけ本当にあれですね、タイヤだけが取れたんですね。ねえ、ああまた、ね、そこで止まってしまいましたね、タイヤが。またコースのまさにど真ん中で止まりましたね、これ。
Jack going down the back straightaway. That belongs to Harrison Burton, guys. He left with the Jack still under the car. Now it's starting to feel more like Halloween. Side by side, Vidalis to the outside, trying to go around the outside there. Both the leaders go off. Both, oh dear, big, big incident. Oh no, Begovic round. Vidalis out of the race as well. And Isaac Hadjar's going to go through into the race lead. Safety car will be out at minimum there. Oh no, that's Marin Angeli off into the gravel and in. ニヤッとしてましたけれども、いやーやばかったなみたいな感じだったと思います。ちょっとね、ほっとしたんでしょうね。はい、俺じゃないよ、俺じゃないよ。いや分かってますから。はい、ということはもう一回出しますか。もう一回リプレイ出します。このシーンね、アクセルオンと同時にリアが滑って、おっとっとっと、やばいやばい、インマキしてぶつかるっていうギリギリのところでブレーキ踏んで、セーフ。もうあの乗ってる方としたらもう心臓に悪いよっていうね、心臓せー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 。Having that confidence when you hit the brakes to have that little bit more grip with such low downforce. Oh, I've done that before. You did. Sorry for that. I wasn't looking. You did it. Jamie's looking so good today. Maybe it was that. ああ、デブリですね。はい。おお、危ないな。結構攻めますね。ですね。おめえ危ねえじゃねえか。あ、フロントだ。あ、これタイヤじゃないや、ボディに貼ったガムテープ。あ、一度ね、入ってきて。ガムテがゼッケンを叩いちゃってますね。ゼッケンが。80、うん、下がった時は読めるけど。85みたいな感じですね。そうですね。まあ、Dステーションとね、途中接触があって。あ、そうだったんですね。はい。まあ、一度自分のマシンのパーツを壊しながらということで、なんとかピット戻っていったんですが、そこガムテープで補修したんですが、それがまた取れちゃったんですね。やっぱりガムテープは日本製に限りますね。そうですね。はい。どこ製かの問題かという。はい。まあどこ製かは分かんないですけど、おそらく日本製ではないことが。なるほど。はい。違いますか。いや、これメカニックの方に聞いてみると一番分かると思いますけど、あの日本製のガムテープのその品質の高さ、はい。海外行ったことある方は分かると思うんですけど、だいたい紙コップ、トイレットペーパー。あとガムテープ、あのこの辺の品質の高さっていうのはやはり日本の工業製品の高さ、クオリティの高さすごいですよ。まさにメイドインジャパンブランド。はい、はい、そうですね。まあ、あのレーシングカーのそのレース中のメンテナンス、そのボディメンテナンス、The left hand side door number on the next pit stop. Car 85 to repair the left hand side number on the next pit stop. カーナンバーを直せという。はい、はい、やっぱりあの見えたり見えなかったり。でもあれ直すのってどうするんですか、ゼッケンの。いや、もう貼り直すか、日本製のガムテープで85って書くかですよね。でもあれ電気がつくやつですけどね。あ、そっか、85って書いちゃダメなんですよね。縁を作んなきゃならないわけだから。そうですね。カーナンバー18アップガレージ NSXGT3 小林隆、ナトリーテンペ。カーナンバー36英雄トムス GR スープラ、関口雄飛、坪井翔。Just fortunate enough to find a gap left or right, but then from the back of the grid, Lin Lee gives Kevin Lamb's car a mighty whack. The Yaris goes in. Now, wait, the red flags are out. And here's the Lotus that has nowhere to go except underneath the Yaris. Jacks the car into the air. Some drivers, of course, were accelerating. Others were responding to the red flags as they saw them.
but in a way it was potluck. You just got a gap or you didn't, but some big, big hits. Look, the Yaris goes in. Actually, number two there, not that damaged. Wait for it. Bang! That is a huge hit. And the number of impacts that Kevin Lamb's Chevrolet had is quite severe. There is the leader throwing away what was the advantage. And wait for the red flags to come out. Look, he's halfway through the incident. There are the reds. We're not done yet because, bang, in goes number seven Mini of Loman Fai and Rui Vallant having his own dramas. As, again, look. この焚き火の映像に手をメカニックが当ててますね寒いんですよ、ね、もっといいレースしますからぜひフォーミュラー日本を見に来てください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。すいません、一部訂正させてください。スーパーフォーミュラーでございます。スーパーフォーミュラーでございます。すいませんはい、Reach for